おっちゃん。イタリアか。今頃おっちゃん何してんのかな。行けるもん。あ？僕だってもう一人で海外旅行ぐらい行けるもん。どうしたんだ？今度海外旅行に行くんだけど。海外旅行？しげるが自分一人で海外旅行行けるっていうもんだから。僕だってもう一人前の男だ。さすがしげる、度胸はあるな。ふん。当然。当たり前。常識常識。ほう。あんた外国ってどういうところか知ってんの？話しても言葉はわからないし、字だって読めないし、夜は一人で寝るのよ。それでもよかったら一人で行ってきなさい。お姉ちゃん、言葉わかんないのやだよ。一人で寝るの怖いよ。僕一人で行くのやだ、やだ、やだ。よしよし。勝手にしろ。お？いやー、ニーハオ、どうもどうも。あ、すいません。ただいま準備中なんですけど。高尾さん。お。高尾さん、会いに来たよ。高尾さん。高尾さん、あれ、高尾さん留守あるか。おじさん誰？何の騒ぎ？あら、うわ、のりこさん。リーさん、久しぶり。懐かしい、懐かしい。リーさんたら。母さん、その人知り合いなの？ええー。母さん、じゃあ君、高尾さんの息子の陽一くんあるか。あ、うん。やったー、幻の中華スープに挑戦、香港からの訪問者。そうでしたか、亡くなられたのですか。そうとは知らず、私高尾さんに会えるのを楽しみに楽しみに。あ、そう悲しまないでくださいな。リーさんが来てくださって、主人もきっと喜んでいます。この方は、李正輝さんといってね、10年以上前、この近くで中華料理店を開いていらしたの。へぇ。うちも李さんの店も大繁盛だったのよ。父さんと李さんは大の仲良しで、会うと決まって料理の話。親友であり、お互いの腕を認め合ったライバルでもあったのよ。でもしばらくして、リーさんはお国の中国に帰られたの。リーさんが帰られて5年後でしたわ、主人が亡くなったのは。おじさんは父さんのライバル。いいえ、ライバルなんてとんでもありません。高尾さんの腕にはとてもかないませんでしたよ。私は教えられてばかりいました。私、香港へ帰っていつか立派な店を持ったら高尾さんたちを招待しよう、そう思って頑張りました。努力の甲斐あって今では立派な店持てました。今の私あるのはみんな高尾さんのおかげです。でもこの日の出食堂は高尾さんが亡くなられて今は。ええ、この陽一が立派に後を継いでくれてますわ。血は争えませんな。すんごく美味しいんだ、陽一兄ちゃんの作った料理。ミスター味っ子って呼ばれてるのよ。おお、ミスター味っ子。あ、リーさん、どうしました？私、お腹すきました。よし来た、父さんの親友が訪ねてきてくれたんだ。腕によりをかけて作るからね。何を作るの？もちろん中華料理さ。中国ではお客をもてなすのに食べきれないくらいの料理を出すんでしょ。俺もリーさんに俺の中華料理を腹いっぱい食べてもらいたいんだ。これはまた豪華な。さすがね、陽ちゃん。それではいただきましょう。まずスープからだ。どうですか、お味は。
これは。もう結構です。スープは全ての中華料理の基礎となるものです。それがこのような白物では他の料理に箸をつける気にもなりません。あ、そんな。俺の料理がそんな。返す返すも残念だ。これでうちの店も万事休す。味将軍に乗っ取られてしまうのか。味将軍？何ですって？味将軍！味将軍は海外制覇の第一歩としてこの香港を我がものにしようとしています。そして私の店も乗っ取ると脅迫してきたのです。味将軍のことだ。中華料理のプロフェッショナルを資格として送り込んでくるに決まっている。私の腕だけでは勝てるかどうかもわからない。ひどいわ、乗っ取るだなんて。そうだ、のりこさん、私今度日本に来たのは高尾さんの助け借りよう、そう思ったからなのです。しかし高尾さんが亡くなってしまい、跡取りの陽一くんがこの腕では。いざ。陽一くん、俺にもう一度チャンスをください。俺も味吉高尾の息子だ。リーさんの力になって味将軍の野望を打ち砕いてやる。陽一、陽一くん、今の言葉聞いて安心しました。それでは1週間以内に私をうならせるスープを作ってみてください。そしたら私あなたの力を借ります。はい。ただしメニューは高尾さんの秘伝の冬中華荘鶏スープを作ってください。え、兄さん、冬中華荘鶏スープ、それは一体何なんですか？それはこのノートに書いてあります。あ、これは父さんの料理帳だ。そうです、私と別れる時高尾さんが友情の証としてくれたものです。それには高尾さんの数々の秘伝の味が記してあります。私友情に甘えず一人で頑張ってきました。でも味将軍と戦う今、高尾さんの力借りよう、そう思ってこのノートを使うことにしたのです。これは、これが長年かけた父さんのメニューの数々か。全部父さんの料理なんだ。でも冬中華荘の鶏スープはどこにあるんだ？陽一。ん？あ？父さん！お前もこのスープのことにぶち当たると思ったぜ。これが冬中華荘の鶏スープ。父さん。さあ、俺秘伝のスープの味を堪能してみてくれ。おいしい。この感触、この温かい感じ、これだね、これなんだ。そうだね。あ、父さん、どこに行くんだよ。このスープの出汁は何なんだ。教えてくれよ。このスープは一体。父さん、ない、肝心なページがない。そうなんです。だから私にはこのスープが作れなかったのです。しかしあなたは味吉高尾の子、必ず冬中華荘鶏スープの謎を解いてくれると信じています。よし、父さんの味の謎を必ず解いてやるぞ。ミスター味子。
中華料理ってすごいんだね。陽一兄ちゃんの作ったスープが基礎にもなってないなんて。いや、あれはあれで十分に美味しかったさ。え？でもあれでは味将軍の資格に勝てる保証はない。現実は厳しいのだ。そう、現実は厳しいものです。しかし陽一君はあの高尾さんの息子、必ずガッツとファイトでこの場を切り抜けてくれると信じています。秘伝中の秘伝、冬中華草鶏スープ。冬中華草って言うんだから植物、野菜の一種に違いない。冬中華草？なんだいそりゃ。スープの出汁に使う野菜だと思うんだけど、ありますか？さあなあ、俺っち何年も野菜扱ってるけど、そんなの聞いたことねえな。知らねえな。ダメだ、わからない。リーさんとの約束の日まであと3日、それなのにまだ冬中華草の正体の見当がつかないなんて。くそ。また出前間違えやがって、今日という今日は勘弁ならねえ。助けて。カラー。あら、小山さん。あ、日の出食堂の奥さん。どうなさったんですか？え、いやいやいや、あ、そういう味っ子、元気ですかい？それが、ん？よっしゃ、あじっこに世話になった足だ。そうと聞いちゃ及ばずながら力にならせてもらいますぜ。ありがとう小山さん。それに丸井さんにも頼まれましてね。え？俺が留守の間あじっこを見守ってくれってね。イタリアに旅立つ前に言いに来たんでさ。まあ男と男の約束ってことでね。ともかく、あっしにできることなら何でもしますね。この小山に任せてください。ええ。それにしてもあじっこもこう心配してくれるおふくろさんを思って幸せもんだ。あっしのかかあなんかにのりこさんの爪の赤でも飲ませたいもんだ。いいんですかそんなこと言って。おかみさんに作りますぜ。あ、いやいやいや、おいおい、それはまずい。おい、僕困っちゃうな。なるほど、冬中華草か。知ってるの？噂でしか聞いたことはない。確かに絶品の味らしいが、入手しがたく本場中国でも作れるものは少ないという。でも作るしかないんだ、探すしかないんだよ。陽一、中華料理は奥が深いんだ。その材料を見極めるのに焦りは禁物だぜ。ブラボー。世界は広い。外国では国々によっていろんな料理があるって知ってるね。フランスにはフランス料理がある。イタリアにはイタリア料理がある。日本だって日本料理があるぞ。そして中国にあるのは長い歴史を誇る中華料理というわけだ。ところで中華料理は変わった材料を使うので有名なんだ。例えばツバメの巣、クマの手のひら、魚の浮き袋なんてね。今陽一君たちが探そうとしている冬中華草もちょっと変わった材料なのだ。それは何か、答えはあっと驚く不思議なもの。これを知れば君も中華の通になれる。冬中華草は野菜、植物なんでしょ？いや、そうとは言えない。この字の通り、冬は虫、なれど夏には草となる。
つまり虫でもなく草でもない、言うなれば動物でもあり植物でもある、それが途中化す。そんなバカな、動物でも植物でもあるものなんてこの世に存在するもんか。嘘だと思うんなら信じなくてもいい。しかし俺は確かにそう聞いた。信じる、信じるよ。でそれはどこにあるの？山奥へ行けば稀に見られるらしい。しかしそれが何なのかは俺も知らんのだ。まさに幻の材料。よし、探しに行こう。探すしかないんだ。でも陽一、結局何なのかわからなければ探しようがないんじゃない？今はどんなに小さな手がかりでもそれにすがるしかないんだ。見てろよ、幻の途中仮想、必ず見つけ出してやる。知らないかい？ねえ、なんか教えてよ。頼む、答えてくれ。山よ、山よ。ダメだ、中江君のようにはいかないよ。山は語りかけてはくれない。なんか道に迷ったみたい。もう日が暮れちゃうよ。与一、今日はこの辺で帰ろう。教えてくれよ、途中仮想って一体何なの？父さん、俺は今世界の広さを感じている。俺の知らない料理が、材料がたくさんあるんだ。でも兄さんの店が味将軍に乗っ取られそうなんだ。打ち勝つためにも中華料理を一つでも克服したい。途中仮想は？野生の椎茸だ。椎茸にトンボか。トンボと椎茸、虫と、そうか。どうしたんだ、アジッコ、何か分かったか？うん、俺なんか分かりかけてきたよ。うん、どんなことだ？ヒントはこれさ。そう、このトンボ椎茸なんだ。なんだ。さあみんな、一緒に途中仮想の謎を解こうよ。なんだ、どういうことだ、説明してくれよ。ねえ小山さん、途中仮想ってもしかしたら2つのものが1つになってるっていうことかもしれないよ。2つのものが1つに？そう、例えばあの椎茸みたいに全く別の木から生えてくるようにね。なるほど、俺にも分かってきたぜ。助けてくれ。でもようちゃん、冬に虫で夏に草になるっていうのは、椎茸って冬は虫になっちゃうの？まさかそんなことはないよ。いや、そうとは言い切れんぞ。ん？椎茸は普通胞子が木に取り付いて育つだろう。まるで一体化しているように胞子がクヌギや奈良の木の栄養分を取って育つ。それと同じことが虫に言えるんじゃねえか？おじさんの言う通りだよ。きっと虫と草が一体化してるんだ。きっと何かの胞子が虫に取り付き、そこから養分を取って育つ。冬は虫でも、夏は草になる。それが途中仮想。その通りだ、陽一。よくそこまで分かったな。よし、あとは俺に任せな。これか。
中華層の正体なんだ。ブラボー。さあ手を立ち合い、これぞまさしく冬中華層。幼虫の体内に侵入し、そこから養分を取って育つキノコの仲間である。これを用いてスープを作るというんだから驚くではないか。果たしてその味やいかに。陽一君は李正気を満足させるスープを作れるのだろうか。